秋葉原の、ライブガレージ秋田犬に来ています。今本番前の渡るさんに来ていただきました。ヴェナスのジェス、スターダストベリーパフェの渡るです。今イタリア語、スペイン語です。スペイン語です。じゃあ出身スペインいや出身は千葉県ですけどね。千葉県のバレンシア地方とか別にそういう設定があるわけじゃないですよ。あ、そうですか。まあメキシコのこのロス・インコペル・ナブレスっていうそっちの方ですね。プロレスのチームにハマって、はいはい、あその影響で、はいはい、まあ、自分もやりたいことをやってやるっていう、そういうスタンスですね。今日はソロ。そうですね、今日は、まあ、今現在ルナティックベリーは声優の仕事に、ね、特化してるんで、まあ、しばらく、まあ、夏は全然もうスケジュールが取れないということでね、今休みをもらってるんですけどね。皆様、俺は今までの地下アイドルみたいに誰かに媚びたりはしないですよ。目先の客に媚びるぐらいなら。ありがとうございました。グラシアス、グラシアス。皆様、俺は今までの地下アイドルみたいに誰かに媚びたりはしないですよ。目先の客に媚びるぐらいなら俺を無理に応援しなくて結構ですから。その代わりアイドル界の新しい世界を見たい人は俺と絡んでおいた方がいいですよ。今アイドル界で最も美味しいのは客を集めることでもでかい会場でライブをすることでもないよ。一番美味しいのは俺と絡むことだから。だからこの業界の皆様、アイドルを商売にしてる皆様と、そしてライブに関わる皆様はこの俺に感謝するべきだよ。そして俺が目指すアイドル界の新しい世界とは一体何なのか、その答えはもちろんトランキーロアッセンナー。